株仲間とは、問屋などが一種の座を作り、カルテルを形成することである。株式を所有することで、構成員として認められた。当初は、同業の問屋による私的な集団であり、江戸幕府は当初は、楽市、楽座路線を継承した商業政策を方針としており、こうした組織が、 流通機構を支配して幕府に対する脅威になることを恐れて、慶安元年から漢文10年にかけて6回もの禁令が出されるなど、規制の対象としていた。しかし、教法の改革において、商業の統制を図るために組織化された方が、望ましいとする方針のもとに公認が与えられ、描画金を納める代わりに、販売権の独占などの特権を認められた。 田沼をオキぐ時代にはさらに積極的に公認され、幕府の現金収入増と承認統制が起とされた。自主的に結成された株仲間を元株、幕府によって結成を命じられた株仲間をごめ株と呼んで区別した。株仲間の公認は元株の公認を指す。天保の改革を進めた水野忠には、 株仲間による流通の独占が物価高騰の原因であるとして、天保12年から13年にかけ、描画金の上納を停止させ、株仲間の大半の解散を命じた。しかし、当時の経済の実態は、農村工業の発達と新興商人が都市でも地方でも台頭したことによって、株仲間の独占はむしろ軽外化しつつあった。また、株仲間には、 大金不払いなどの不正を行った仲買の情報を共有し、仲間内の小取引を一切停止するといった懲罰を加えることにより、幕府などの公権力の代わりに債権と契約履行を保証する役割があった。ところが、水野をはじめとした、幕府首脳は、幕府権力の保護を受けた株仲間の弱体化や、小取引の制度的基礎になっていたという現実を理解できなかったために、 株仲間を解散させれば、全国的な流通網を動かせると考えたのである。結果、帰って流通の混乱を招き、景気の悪化を招いた。なお、この政策に反対した長奉行、矢部貞則は、海益に追い込まれ、伊勢区穴藩で噴死している。水の失脚後の効果3年に、筒井正則が、株仲間の再興を、安倍正宏に提案、帰栄4年。 提案を受けた安倍に命ぜられた、東山影元によって見が金不要の問屋仲間として、最高。安政4年に再び、株仲間となった。最高後は株数を増やされ、新興承認を取り込もうとした。明治維新後の明治5年、再び株仲間は解散を命じられ、以降復活することはなかった。株仲間構成員の多くは商業組合に改装されていった。 日本相撲協会の年寄り名跡は、年寄り株とも呼ばれるが、その原型は、江戸時代に形成された株仲間であり、令和の世に至り数々の問題を抱えつつも、なお年寄り制度は存続している。落合佐を、教皇記における都市の変容と問屋仲間、大阪市を問屋仲間を中心として、ISBN4 から639011997。 岡崎哲次、江戸の市場経済歴史制度分析から見た株仲間、ISBN4 から06から258,155から、8ことバンク、年寄り株、スポーツ用語がわかる、時点、2014年12月4日閲覧。ありがとうございます。